田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。ビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺啓二です。今日はこの漏れ日あふれる素晴らしいスタジオに来てます、本日のゲストはこの方です。どうぞ。あ、どうもこんにちは。はじめまして。はじめましてですね。はい、ユーフォニアスの菊池はじめさんです。よろしくお願いします。すいません、本当ね、これすごいんですよ。つい多分1週間ぐらい前にこうアポというか連絡取って出ていただいて押しかけちゃいました。いいいい。スタジオ名とかあるんですか。はい、スタジオ名、あ、一応ユーフォニアススタジオみたいな。あ、ユーフォニアススタジオね。そのままそのまま、ね、はい、早速なんですけど、音楽のその原体験というか、もともとはギターやってたとかピアノやってたとか、どこからの音楽の始まった方なんですか。自宅に、はい、実家にはまあ結構楽器がちっちゃい頃から、まあ父親の多分趣味だったんですけど、はいはい、アコギがあったり、はい、オルガンがあったり、はい、トランペットがあったりとか、はい、でそれをなんか遊びで3歳、はい、4歳ぐらいからこう遊んでたみたい、はい、あ、じゃあ誰かに習うというよりは家にあったから。そうですね、それが多分初めてで、なんか好きなテレビ番組のアニメの曲とかをなんか聞いてメドで弾いてたりとかしてたらしいです、はい、らしい、はい、だから音楽教育っていうのはまあ習ったことないんですよ。なるほどなるほど。楽器を習ったことなくて、うん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 、はい、ですね。じゃあその後はこうバンドとかそういうのはやったんですか。そういうのもやったことなくて、はい、やっぱりあの打ち込み、打ち込み BTM にやっぱり興味が出てきて、はい、なるほど。そうですね、その小室哲哉さん、はい、まあ、イオスですか。はい、ベタなんですけど最初に買ったシーズンもイオスで、はい、おー来た。何ですか機種は。あ、その頃 B200 来た。大体 B200 ですよね。200買って900、900ね、いきなりドーンってね。そうなんですよね、はい、それを一人でも何でもできちゃうので、それがすごい楽しくなって、うん、じゃあバンド特にやってなくて一人でこうずっとやってて。そうですね、だから多重録音でもないですもんね、打ち込みですからね。そうですね、なんか音楽理論書買ってまあちょっと勉強しながら、うん、自分でまあピアノもまあ独学でちょっとやりながらみたいな感じで、うんうん、ちなみにその時はなんかこう生もを入れたりとかはしない、してない。当時はまだそうですね、打ち込んで、はい、なるほど、はい、じゃあなんかこうテーマ的なメインのメロディーをなんか楽器で入れてみたいな。そうですね、はい、あ、で それをじゃあ作りためてて、どの辺からプロを意識、中学生後半とか高校生、すげえ高校生入ったぐらいからマジですか。そうなんですよね、はい、その名目というか職業は作曲家なりで食べていくみたいな。そうですね、はい、え、作曲家してるんですか。作曲家でしたね、はい、へえ。でも音楽の仕事がしたいなという感じで、うん、自分が聴いてて楽しい曲を、うん、でまあ、世の中にいっぱい、うん、まあ、たくさんあるんですけど、うん、それを自分で作りたいなと思ったら、うん、まあ、誰かいたってわけじゃなく、はい、まあ、作曲家っていう人がいる、いいなって、うん、はい、そういうの作れたらすごいなっていう。そうですね、はい、うん、じゃあ学校を進学する時とかだって、はい、その音楽に関係するとこ学校に行ったとかではなくて。そうです、高校普通の学校で、でもその時にもう音楽の専門学校、東京の、うん、僕北海道なんですけど、うん、東京の学校の専門学校行きたくて、うん、準備して高校行きましたね、はい、すごい。そこからだと多分音大はまだもう無理だったんで、うん、ピアノもやってなかったんで、うん、専門学校目指して、うん、はい、へー、すかなりあのいい意味で、ね、意識高いですね、それ本当マジで。あ、そうじゃないですか。そんなにどう、そんな中学生の時に作曲家になる、あ、今だったら YouTuber になりたいとかあるけど、はい、当時だからね、あ、そうなんですね、はい、じゃあそれじゃあ高校卒業して専門学校に行くって感じなんですね、はい、そのまあよく専門、そういう音楽の専門学校行くとそこでこう仕事始める人とか多いんですけど、はい、やっぱりそんな感じですか。そうですね、あのスカッとその先生の講師の方々が割と有名なミュージシャンなり音楽家の方があって、うん、でなんかお仕事をいただいたりとか、うん、ちょっとやってみないかみたいな感じはありまして、うん、はい、うん、最初になんかこうやったお金もらった仕事って何ですか。お金もらったのは、はい、その時ミュージカルのお仕事先生がやられて、はいはい、手伝いみたいな、はい、それの打ち込みを 2,3 曲手伝ったのが初めて、それでお金もらったのが初めてでしたね。その時の機材って何でした。あ、その時はもうヤマハの、はい、MU100 とか XG、 MU100、 あの外部音源で、ね、はい、ですね、XG 音源で、はい、でシーケンス、ハードウェアシーケンサーですか、それと もうコンピューターでした。 EOS も並行して使って、 EOS あれ QI 入ってるじゃないですか、EOS で、で XG 音源も入ってるんで渋い USB 打ち込んだりとか。本当ですか。学校でもあのロジック、あ、ロジックね、学ばれてたんですけど、だから EOS の方が慣れてたんで、でもそっちの方が早いぜみたいなね、はい、そうなんですよね。へぇー、データベースでもよかったので。あ、そうかそうかそうか、そ そういうことですよね。そうです、今みたいにね、なんかこうソフト音源ってわけじゃないから、そうなんですね、はい、まあ、XG 音源だったらまあデータ渡せばってことですね、はい、じゃあそれで仕事、ミュージカルの仕事して、
まあ行くばっかのお金もあって、あ、これがプロ的なもんだなって意識したんですか。そうですね、あと学生の時、あのコンテスト系が結構外部の、うん、まあ、DTM 系とかあって3つぐらい出して、うん、全部まあ入賞はさせていただいて、うん、それで機材がもらえるんですよ、うん、あ、なるほど。基本はそういう賞金とかが副賞が機材なんですね、はい、でサンプラーとかーロジックもそれでもらったんですよ。なるほど。当時もう10何万したんですよ ね、 うん、それとかももらって、なんか、はい、わらしべ長者的な、あ、ちょっと増えててね、はい、あ、でもそれ一番なんかこう正当な ね、 そうですね、なんか一番いいじゃないですか。学生本当助かりました。あ、じゃあその時こうよく使ってたのはその MU100 とか、はい、あとそのもらったので一番こうよくこれ使い倒したなって何ですか。当時あのヤマハのサンプラー、はい、A3000 とか A3000 ねありましたよね、はいはい、あれとかは結構好きで使ってましたね。じゃあそのなんだろうな、まあミュージカルとかお手伝いしてこのアーティストもので、はい、その最初にクレジットされたのってどうなったの。アーティストものだと、はい、23の時に多分アレンジャーでデビューしたんですけど、ひとみといちゃんっていうアーティストが、はいはいはい、あ、そうなんですか。同い年で同郷札幌なんですね。そうなんだ。たまたま同郷だからって一緒に仕事するってわけではなく、たまたま本当に同じ時期に割とこっちで仕事することになって、うん、ちょっとお願いしますみたいな、はい、それが初めてです。へえ。その時、まあ、乗るじゃないですか、はい、まあ、俺もプロになったなって思いました、はい。なんかやっぱできたものもありがたいですね、はい、まあ、そのできる前にやっぱりレコーディングがあるじゃないですか、うん、その時にあの好きな憧れによってミュージシャンの方とかを呼びたので、うんうんうん、それがすごい嬉しかったり、しかもこう大きい商業スタジオでね、ですね、はい、あ、それはこれかプロはみたいななるほど。それ、まあ、アレンジだからやっぱりいろいろなやり取りとかあるじゃないですか、はいはい、それは結構大変でした。そうですね、もう本当鼻歌で作ったようなデモとか、うん、それをまあ起こしてですが、うん、まあ、それは楽しかったですね、うん、はい、なるほどね。まあ、あのそんな風なやってる中、もうその同時期ですか、そのご自身 の、 そのユーフォニアスをやり。そうですね、はい、はい、それはどういう経緯でやるようになったんですか。最初はほとんどもういろいろ楽曲提供とか、はい、まあ、うん、商業的な仕事があって、はい、その合間に自分の好きな趣味の音楽やりたくて、はいはい、まあ、休みの日とか作ってたと。作って、じゃあそ の、 なんでその仕事とは別で。そうですね、はい、作ってたのが意外といい出来になったというか、うん、まあ、ちょっと個性的な感じのな、うん、になってっていうのが始まりで、うん、うん、でもそれはなんかどっか流通というかなんか出してたり売ってたりしたんですか。最初あのなんか普通に、まあ、CDR で焼いて、それこそ手焼きで売ったりとか、うん、まあ、そこは半壊みたいなやつとか、うん、M3 とかあるんですけど、はい、で売ったりとかしてたら、はい、そこでたまたまそのレコード会社のディレクターさんが、はい、まあ、仲良かったんですけど、はい、そこが来てくださって、はい、何これやってるやつなんだみたいな。そうですね、で、あ、じゃあ聞いてくださいってなって、それ持って帰っていただいて、うん、次のアニメの主題歌にオープニングでこの曲使いたいってなって、あ、そうですかみたいな感じそうです、ね、いいですよみたいな。そうです、まあ、それで、まあ、そのじゃあ相方の方となんかそういう話が来たよって言ったら、はい、なんか言ってました。あ、そうですね、やっぱり、うん、もう彼女も、まあ、うん、いろいろ、まあ、他の、まあ、ゲームとかでも割と仕事してたんで、うん、そうですね、アニメとかやっぱり初めてだったんで、うん、ちょっと嬉しかったですね、うん、はい、まあ、機材の変化とともにそのご自身のやってるユニットのこう変化とかもあると思いますけど、はい、一番大きく変化した時期とかってあります。一番やっぱりソフトシンセとかがやっぱり結構使えるようになってから、だいたいすごくなってきたじゃないですか、うん、最初の頃ってもう、まあ、そうですね、まあ一応あったんですけど、うん、なかなか使える1、2個使ったらもうおしまいとかね、白物じゃなかったんですけど、うん、まあ、だから自分で本当サンプル組んだりとか、うんうん、アコギのコードとかも取って、うん、ジャーンって取ったの現場にこうアサインしてやったりとかしてたぐらいだったんで、うんうんうん、ドラムとかも自分でこう作って、うんうん、ドラムキット作ってとかやってたんで、うん、そういう意味でだいぶ便利になってでから、じゃあ、まあ、マシンパワーが上がってきたっていうところからですよね。そうですね。そうするとやっぱり、やっぱりあの、ね、さっきも話しましたけど、インテルマックが出た時とかですよね、はいはい、いわゆるコアシリーズが出たぐらいからですよね、はい、やっと使えるように。そうですね、もう Windows 行って Mac 行って Windows 行って Mac 戻ってきたとか、そんな感じなので。それでもあれですよね、あのソフト、あ、ハードウェア音源とかはまあ使い続けてはいる。そうですね、はい、うんですよね、はい、なるほど。まあちょっと後でまたあの、ね、お気に入りのハードウェアとかの聞くんですけど、まあその活動、ユーフォニアさんもう今何年目？来年で15年目です。あら、おめでとうございます。いやいや、なんかやるんですか、周年のなんか。いや、なんかもう、まあライブとかいろいろ作品とか出せたらいいなと思いますね。わりかしどうですか、あの取りだめてる方ですか、それともその都度みたいな感じですか。僕本当その都度ですねそうなんですよ、ストックとかができなくて、そうなんですよね。じゃあもう作るぞっていう時にギュッと作る感じですね、はい。
まあそういう、まあ、やりプロになってやり始めて、はい、まあ一貫して何かこう自分で心がけてることとかありますか？これは俺守ってるんで、これをいつも貫いてんだよみたいな。ああ、でもやっぱり自分ルール的な、うん、自分縛りというか、うん、まあその狭める意味じゃないんですけど、うん、なんかもう本当昔ならもう音源のプリセットは使わないとか、とりあえずサンプル組んでから作り始めるとかっていうのはすごく昔から、うん、今でもですか？今でもオリジナルのサンプルを使ったりとかは。じゃあ最初に音ちゃんと仕込んでやるみたいな。ですかね、それはちょっとあるかもしれないです、はい、なるほどね、はい、それだけはもう絶対変えない、譲れないところみたいな、もう癖みたいになっちゃってたりとか、うん、はい、なるほど。ただ最近って、はい、もう音作りも複雑なシンセとか多いじゃないですか、はいはい、それもこうあのテンプレート の, あのイニシャルみたいなのから作るんですか？あ、でもそれはなんかいいプリセットを編集したいんですよ。そうですよね。そうですよ。いやいや、これね、誤解ないようにプリセットを使ったからいけないってことじゃないんですか？ちゃんと組み合わせのね、はい、妙ですからね。そう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 、よくできたんです。そうそうそう、勉強になりますね。複雑すぎちゃってね、こんななってんだみたいなね、はい、逆にやり始めの頃ってそうじゃなかったですか？そうですね、プリセット見て、はい、あ、そんなやってんだみたいな、ね、はい、あーなるほどね。そうか、じゃあまあ基本的にそういうような、まあ一から。ちなみにその、まあそれはアレンジするときかもしれないですけど、はい、メロディー作るときの何かこだわりとかは？メロディー作るときは、これも真逆なんですけど、はい、本当にすごいシンプルな、はい、まあ、サンプルタンクの普通のただのエレピの音と、うんうん、ガイドメロディーいつも使う音色があるんですけど、うんうん、2つで、はい、それはもう15年ぐらいずっとそれ、その音源だけで。なるほど、まずはじゃあテンポ何となく決めて、とりあえずメロディーとコードをまずよく練るっていう意味で、その音の良さとかにごまかせないように、うんうん、あえてシンプルなものを使う、ね、はい、っていうのはすごい、はいはいはい、それはもう鍵盤の前、コンピューターの前にこう座ってやり始めるんですか？そうですね、はい、もうそこでひねり出すですね、はい、僕なんかはわりかし iPhone とかでボイスメモでメロを入れておくんですけど、はいはい、そうじゃなくもうやるぞみたいな感じで。そうですね、すごいです、ね、それ煮詰まったりとかしないんですか？あ、だからここに座る前までが長かったりとか。あ、やっぱりそうですよね。ですね、はい、なんかこうイメージを、はい、なんかそうですね、はいはい、ですよね、はい、何を作るかに悩むことはそんなないんですけど、うん、作るか作らないか悩むことがあるじゃないか、どうするかみたいなね。いつやるか、そのモチベーションが上がるか上がらないか、そうですよね。やりたくない時ここ座っても何にもできない。できないですよね、はい、確かに確かに。ましてやこういうとこ座っていつもね座りないというところだから、はい、またいつもの感じがみたいなねなっちゃいますよね。ああ、そう。じゃあそれはそのテーマを作るような時っていうのは、なんか本読んだり映画見たりとか、なんとなくぼんやりしながら、ね、あ、これいいかなみたいな、はい、そういうのもありますね、うん。曲でまあ音符で書いたりすることはないんですけど、うん、メモになんか言葉でイメージとか、うん、あ、その時浮かんだなんて、そのイメージの何かモチーフになるような種類だとか、うん、そんなことはメモしたりはします、うん、まず設計図をそこでなんとなく書いてみたいな。そうですよね、多分その学生さんとかってみんながっちり楽器の前に触ったりとかしちゃって大体できないパターン多いじゃないですか、はいはいはい、何もなく出るわけないんだからって話ですよね、はい、うん、出るものは手癖しかね、そうなんですね、ないですね、はい、3曲くらいで終わっちゃうから、ね、なるほどね、やっぱりそうですよね、そうなっていきますよね。なるほど。じゃあまあその今後その劇版やっていきたいっていうのがありますけど、はい、例えばまたご自身で別なグループやるとかってありえるんですか？あ、やっぱりユーフォニアスやってる限りはやっぱりちょっとそれはないみたいな。そうですね、ユーフォニアスでもうずっとやってきたバンドやってるとかそういうのはないですか？はい、ですね、まあまあ楽曲提供とか、あ、まあそれはね、そういう関わり方はすごい、プロデュースもう自身でやるのはもうユーフォニアスだけで手一杯と。そうですね、そう、はい、まあそれはそうですよね。そうです、いやでもこうなんかいろんなことやりたい人とかいるじゃないですか。そうですね、はい、うん、なるほどね。ちなみにまあ今そのまあ、グル自分のユニット作家活動もこう充実して、はい、さらに今後何かやりたいこととかありますか？そうですね、やっぱりまあ本当に今のはお仕事すごいありがたいので、うんうん、そこはやっぱりやりつつやりつつ、うん、そうですね、幅広くやりたいですかね、いろいろ、まあ、劇版とかも好きなので、うん、そっちの方向ではもっと広がると、うん、劇版は別にアニメと実写も関係なく、そうですね、はい、うん、ですね、うん、思います。それはあの海外作品でも全然 OK？ あ、全然、うん、ありがたいです。まあね、海外でやってる方も多いじゃないですか。そうですね、結構日本人の方でもね。はい、ね、なんかこうやってみたいジャンルとかありますか？その内容、話の内容の。はあ、映画だとサスペンス系とか好きなんで、自分が見る分には。なるほど。なんかそのやってみたいなみたいな。まあ、わかんないですけどね。ああ、そうなんですか。なるほど。わかりました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。
はい、それでは、菊池さんのお気に入りの機材を紹介してほしいただきたいんですが、このスタジオね、ドラムもね、取れたりとか、ドラムね、まあ、スタジオのブースが結構大きな、これどれぐらい大きさ的には原価ある、そうですね、原価あるとか3巻、ね、4巻ぐらい取れて、はい、みたいな感じですよね、はい、あー、まあ大体、まあ、バンドだったら取れる感じですよね。そうですね、はい、あー、なるほど。そしてね、あの後でこうね、インサーションしますけどね、こっちの方にね、おしゃれなウェイティングルームがあるんですけど、まあそこはあれですか、こうリラックスするための、そうです、気分転換とかそのまま気分転換のまま終わっちゃうのはありますよねありますよね、はい。さあ機材ですが、まあね、こんなヴィンテージのアウトボードがあったりとか、ちょっとこっち向きますね、あったりとかなんですが、僕が気に入ったのはやっぱりこのスピーカーなんですが、この3本どんどん役割的にはこの具体的には、はい、もうリスニングまで気持ちっていうのはまあ結構そこ重視で、うん、まあ、しっかりがっちりタイトなモニターっていうよりは、はい、制作も楽しくできてっていうのが基本で組んでます、ね、はい、ちょっと紹介、内側からこれがメインに使ってるやつですよね。そうですね、はい、内側レクストですね、はい、はい、で JBL のこれ形はなんていうやつですか、はい、これ4312、はいはいはい、はい、4, 3, また後でちょっと教えてください、はい、でこのソフトが単音ですよね、はい、なるほど。まあこれあれですか、アンプ、ドライブさせるアンプもこだわってる感じ。そうですね、はい、アキフェーズと、はい、でっかい真空管のアンプで、はい、なるほど、はい、じゃあその真空管にもちょっとこだわってるですね、はい、ああ、なるほど。結構爆音派ですか、それともあれですか、小さい音派ですか。あ、結構出せるなら大きい音の方がなんですね、ですです。なるほど。ね、こう前景的にはね、こんな感じで、こんな囲まれてる感じで、おしゃれな感じで、ね、ただね、コンセプトが固まるまではここには座らないぞっていう感じなんですよね。わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、いろいろ見てきましたが、いかがだったですか。あの、お会いできて本当に、いや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 、すいません、ありがとうございます。お会いできてってこんなんですけど、すいません、いやいやいや、嬉しいです。あのね、本当にあの冒頭でも話しましたけど、急にあのちょっとなんか話をいただいて、だったらみたいな感じで押しかけちゃいましたけど、ありがとうございます、ね、素晴らしいスタジオでね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、すいません、はい、本日のゲストはユーフォニアスの菊池はじめさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。